どうもフィジカルデザイナー志田パンです。けんちゃんです。今日はですね、はい、スパイクけんちゃんにこれもらったやつなんです。実はもうオフです、ね、そうちょっとね大会に向けてちょっと大会を考えてるんですけど、新しいスパイク買おうかなと思って、ちょっと今日はスパイクを考えていきたいと思っております、はい、皆さん活目してください。で、そう、ケンちゃんにもらったのずっと使ってたんですよ、俺これもう 俺自身結構だいぶ入ったからね、これそうね、年季は入ってるけど、でも気に入ってたんだけどね、これサイバーブレードでしたっけ、これそう、サイバーブレード、なんか、自分としてはかかとのホールドというか、一体感、うん、わかんない、ちょっといろんなスパイク履いてないからわかんないけど、自分はすごいすごい足と一体感って好きだったんですけど、これめっちゃ柔らかいもんね、ブレードがね。あ、やっぱ柔らかいんだ、このサイバーブレードって。そう、これ、ここにね、反発、そう、全然縦の筋が入ってない、横筋しか入ってないから。あ、なるほど。ここはすごい曲がりやすいんですよね、これ。あ、そういうとこも見るんだ。今日、俺が履いてるジェットスプリントは結構フラット気味なんですよ。違うでしょ。ほんとだ、反り返りみたいな、めちゃめちゃまっすぐですよ。でも一応フラット走法用に作られてるスパイクって言われてるんですけど、僕はこれでフォアフットで走るっていう。謎じゃないケンちゃん、なぜこれを気に入って走ってるんですか。これはね、まず最初アッパーのね、うん、フィット感がすごいんだよ。あー、なるほど、うん、なるほど。そう、俺結構なんか足幅が狭い方なんだけど、アシックスは結構狭めになってるから。なるほど。アシックスばっか履いてるんですけど、あとはやっぱこれフォアフット行った時にこれ反発が強いんで、ちょっとあのね、うわ、全然違うわ。大将、これ自分これしか知らなかったけど、これ後ろ見てもらうとね、ちゃめちゃ縦に筋が入ってるから。ほんとだ、ちょっと硬め。でもフラットの中では若干柔らかい方ではあるんだよね、この素材自体が。アウトソールの筋の入り方とか構造を見るっていうのは大事なんだね、じゃあ。ああ、そうだね。あとはこういう曲げた時の柔らかさとか。へえ、なるほどね。うん、結構いろんな人にもっと反発強めの硬いソールの、そう、体重とか、まあ、そのシンプルなスクワットとかの筋力があるんだから、それ生かすとしたら反発強めのがいいんじゃないみたいなこと言われたことがあって、ちょっと今検討してるんですよ。ああ、なるほどね。でもこれは結構柔らかい方ではあると思う。あ、これでも柔らかい入ってるけど、うん、フラットフォー方式の中では結構柔らかい。キングオブガチガチと言われてるスパイクって何。あ、どこだろう。これなんかめっちゃ硬いよね。ちなみになんていうシューズになってるんだろう。これ知らない自分の体にしか興味ないあ、これかスーパーフライエリート。あ、そう、スーパーフライエリート。なるほど、これ硬い。これは結構そうだね、グリップ力売りのものだと言ってますね。そうそうそう、これはね、あ、ニードルピンも、これニードルピン、ニードルピンなんだけど、いくつか取っちゃったからなぜかサンダーピンがついてるっていうあのね、いや、俺はフォアフットで走るから本当、反り返ってるやつの方がいいのかなと思って。なるほど。一番反り返ってるこの靴を買ったんですけど、僕アキレス腱痛めてるんですよ。これね、足首の背屈が結構促されると。なるほど。アキレス腱痛くて履けなかったんですよね。なんかこのソールの硬さとか反発強めのものって、まあね、トレーナーの目線だと結構測定とかアキレス腱にダメージすごい来そう。あ、来ると思う。そうだよね。実際痛くて1回しか履けなかった。だ、そこもちょっと自分ほら柔軟性とかも強みだし、故障なかなかないんで、腱とか筋肉の、故障のしなささは結構すげえ水出たスプリンクラーなってますね。スプリンクラーすごいですね。で、強みかなと思ってて、だ、そういう意味でもそういう硬いのチャレンジしてもあんまり支障ないんじゃないかな。一回履いてみてもいいんじゃない。ちょっとこれ履いてみようかな。ジェットスプリントとこれの中間に来るのが、はいはい、あの、これ、これのクロノインクス。クロノインクス、ミズノのスパイクなんですけど、これ結構硬め。そう、ちょっと硬め、うん、硬いし、なんか素足感覚が結構あるかなと思って。これ全部固定ピンなんです。これすごい軽いんですよ。あー、確かに確かに。そう、確かに軽い。そう、アッパーがカッティングされてるから穴開いてるでしょ。そこで軽量化されてて、しかもこれ固定ピンだから
ネジ穴がない分軽いんですよ。あ、そういうとこもこだわって作られてるんですか。そう、相当軽い、なるほどね、あと足幅が広い。なるほど、ジェットスピードに比べると広い。ああ、違うね、違うね。なんかむずいねむずいねでも全部履いてみたらいいんじゃん。サイズ履いてみようかな。俺とあんま変わんないでしょ。そうね、サイズ変わんないからちょっとやってみて、ちょっと感触確かめてみます。はい、はい、皆さんもぜひね、こいつに何のスパイク合うかなとかちょっとコメントくれたら嬉しいので、ちょっと考えてみます。この後走りますので、はい、やりましょう。行きましょう。はい、オウ、履いちゃいましたよ。ジェット初ジェットスプリント。あ、全然違う感じが。俺がいつも履いてるジェットスプリントだ。これが今日持ってきてくれた3つの中で一番柔らかい。一番柔らかいと思う。え、これでも正確に反発があるんじゃないかと思う。いや、ピンの数がすごい少ないからちょっと慣れが必要かもしれない。裏とかも慣れてない。あ、この引っ掛けるところ。そう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 。ちょっと走ります。はい。あー、どうだろう、走り方かもしれないけど、もっとなんかストライド伸ばせるのかなって。ああ、なるほどなるほど、もっと反発が、ちょっとなんか上方向に飛んじゃってる感じがするか。あ、そうかも、ね、そうだったかもね。ちょっと次どんどん履いてみていいですか。 OK。 確かに技術が必要かもしれない。慣れだよね。でも慣れたら本当それから抜け出せない。なんか本当走りってさ、もう身体能力身体能力ってなってるけど、なんかまだね、おこがましいけど、ちょっとやらせてもらっただけでもめっちゃ技術だよね。いや、技術だね。どこにね、焦点を当ててパワーかけていくとか、反発もらうためのイメージとか。あー、超職人だと思う、作り本当にノリじゃできないよね。はい、ロネックス。めっちゃ軽い、超軽いこれは素人でもわかる、軽いよね。軽い、本当に軽い。でも不安な感じはないし、紐が締めやすいね。あ、そうだね、結構フィットするよね、アッパーもね。ちょっと来てみます。ちょっとやってみよう。気をつけるとこありますか、これに関して。大丈夫ですか、普通に。わかんない。ジェットスプリントよりさ、ストライド広がったんじゃない。気持ちいいかも、つけて。こっちの方がいい、まあ、そのマックス出しじゃないけど、今2つ比べたらこっちの方がいいかな。あ、ほんと軽さ、軽い。結構薄くない、そんなことない。薄さは感じるけど、なんか薄い方がなんか圧をかけるところが、掴みやすくは感じたの。あー、なんでだ。さっきシダパン足が流れにくくなるって言ったじゃん、シダパンがさ、地面をどこで蹴ってるのかっていうのを目つけして面白いかもしれない。この子宮の、子宮だと思うんだけど、でも このラインだけかもしれない、イメージなんか。 あんまりこっちイメージできてないかも。なるほど。結構この辺のイメージ、どこに一番力入れて蹴ってるかによって、このピンの配置とかも結構変わってくるかもしれないね。あ、そう。ここがなんかしっかりしてて、今気持ちよく走れた気がする。あ、ケンちゃんはどこで圧かけてるイメージは。でもこの最後この固定ピンがちょっと意識してるかもしれない。この3つ、そこのここ、あ、これ、この1点が結構強く意識してるよね、蹴るときにね。これなんか親指の母子球のちょっと上ぐらい、指の上ぐらいなんだ。母子球上部ぐらいをちょっと意識してるかもしれない。俺このラインなんだよね。で、あんまり左右の差はないというか、一緒に踏んでいくようなイメージだけど、もっと親指側にしていってもいいのかもね。なるほど、ね、それにもよく増えすぎしても面白いかもしれないよね。なるほどね。あラストナイキのスーパーフライエリート。もうそのつま先の反り返りがすごい特徴だよね。そうだね。あとやっぱりナイキはスタイリッシュだね。かっ
こいいよね。デザイン性がやっぱりいいですね。体重とかめっちゃ速いかもしれないね。甘い、うん、おー硬い。全然違う。でも硬い。やってみます。ナイキ行こう。視聴者さん推しの、はい、ジャパンに合ってるんじゃないか疑惑。ラストナイキスーパーフライエリート。一番プレートが硬く、プレートが反り返ってるので体重移動が速い特徴のスパイクです。結構一番バランスのいい走りだったかな。感覚、なんかバランスがちょうど良かった気がするけど、めっちゃ好き。あ、いい。めっちゃ好き。あ、本当。気持ちいいかも、かなり。あ、でもすごいやっぱアキレス腱とかに何歩も走ったら疲れきそうなって感じはするけど、一番足へのダメージ大きいだろうね。でもなんか、そうだね、反力の方向とかをもうちょい考えたら気持ちよくやれそう。おお、あれすごい良かったかも。あ、確かに切れる感じはしたかもね。確かにちょっとね、もうスパイク変えてもいいかもしれないね。かな、うん、走り方の。ちょっと次大会に向けてちょっとこの辺検討しようかな、ちょっと視聴者さんにも、まあ、今の走りとかちょっと見てて、まあ、この後も走る動画出すんで、おすすめのスプリントのシューズ、スパイクちょっとこういうのいいんじゃないとか、もし意見あればぜひ教えてください。今んとこなんかソール固めのものがシダパン好きなんで、ソール固めの反発もらって体重重いのを活かせる系スパイク、ぜひ教えてください皆さん。でちょっとまたね検討してやっていきたいと思います。はい、緊張もありがとうございました。ありがとうございました。